大規模 EQS クラスターにおける信頼性セキュリティ向上の取り組みと題しまして、株式会社 ZOZO の2名より発表いたします。アジェンダになります。ZOZOTOWN リプレイスプロジェクトに関連して EQS 事例を紹介します。そのため、まずは簡単に ZOZOTOWN リプレイスについてご紹介させてください。そして、リプレイスにおいて EQS を使用するとなった背景と現在の運用状況をお話しします。最後にメインの内容である大規模 EQS クラスター運用における信頼性セキュリティ向上の取り組みを大きく4つお話しします。前半をお話しさせていただきます。私は技術本部 SRE 部 EC プラットフォーム基盤 SRE ブロックの亀と申します。2017年に入社し、2019年から ZOZOTOWN リプレイスプロジェクトに SRE として参画しています。現在は ZOZOTOWN マイクロサービスプラットフォームの SR チームで基盤やマイクロサービスの運用を行っております。よろしくお願いします。まずは ZOZOTOWN についてご紹介させてください。株式会社 ZOZO では ZOZOTOWN というファッション EC を提供しています。最近ではコスメ専用モール、ZOZO コスメ、靴の専用モール、ZOZO シューズ、ラグジュアリー&デザイアーズゾーンの ZOZO ビラなどを展開しており、お家にいながら大量のショップブランドの中からお好みの服が買える素敵なサービスです。ご興味あればぜひ皆さんブラウザやアプリからアクセスください。アジェンダに戻りまして、まずは ZOZOTOWN リプレイスについてご紹介します。ZOZOTOWN は2004年にオープンしました。何度か UI を変え、機能を変更しながら現在に至ります。2019年までは大きなアーキテクチャ変更はなく、スケールアップ、スケールアウトを続け、その規模を拡大してきました。既存のアーキテクチャはいくつかの問題を抱えていました。 Web API サーバーではプログラムがモノリシックで巨大である点、言語が VB スクリプト、クラシック ASP でありレガシーな点、 DB サーバーでは ASP だけでなくスタードにもロジックが生まれ二重管理である点、DB、スタードの両方からの負荷を考慮したスケールが必要でスケールがしづらい点、全体を通して Windows サーバーで構成されており運用管理が大変という点などです。先ほどの問題を解決し、お客様にいつでも快適に買い物をしていただけるサービスを提供し、ZOZOTOWN を成長させるため、2019年頃にリプレイスが本格的に始動しました。システム観点では継続的に成長するため4つのポイントを掲げています。セールなどの高付加時にスケール可能な柔軟なシステム、並行開発、リリースの自動化といった開発生産性、レガシー技術による独自実装の減少、汎用ミドルウェア、SaaS を利用可能にする技術のモダン化、技術情報のアウトプットによるプレゼンス向上を行うことで採用強化の4つです。そこから3つのリプレイス方針を定めています。柔軟なシステム構築のためのクラウド化、クラウド化によってオンプレミスでは成し得なかった明日スケールしたいといったスケーラビリティを手に入れます。開発生産性向上のためマイクロサービス化、アプリケーションをモノリシックからマイクロサービス化することで、マイクロサービスごとに並行で開発、リリースを可能とします。技術のモダン化のための脱クラシック ASP、 事業継続ができなくなるリスクヘッジでもあり、システムのモダン化に合わせミドルエアや SaaS もモダン化します。リプレイスは絶賛進行中でして、こちらが現在のアーキテクチャです。オンプレで稼働していた API を少しずつクラウドにマイクロサービス化が完了しております。マイクロサービス基盤は AWS EKS を採用し、シングルクラスターマルチテナント構成を取りました。EKS マルチテナント構成の採用については後ほどご紹介します。その他、設計の詳細についてご興味ある方は、弊社メンバーが昨年の AWS サミットで発表した ZOZOTOWN における Amazon EKS を中心に据えたマイクロサービスアーキテクチャへの変遷をぜひご覧ください。補足ですが、ZOZO API Gateway はマイクロサービスアーキテクチャにおいて認証認可といった複数箇所で実装させるロジックを一手に担うゲートウェイサービスです。AWS には Amazon API Gateway がありますが、ZOZO API Gateway は内製した一サービスです。機能面、コスト面において検討した結果、内製するという方法を取りました。ZOZO API Gateway についてご興味ある方は、開発部署のメンバーが弊社テックブログに公開した ZOZOTOWN マイクロサービス化 API Gateway を自社開発したノウハウを大公開をぜひご覧ください。先ほどマイクロサービス基盤では EKS を採用し、シングルクラスター、マルチテナント構成を取ったとお伝えしました。次にその背景をご紹介します。弊社では AWS をメインで使っており、さらにコンテナ、Kubernetes のメリットを享受したいという背景から EKS を採用しました。社内では AWS をメインで使っています。その経験から Azure GCP よりも設定が柔軟でエラー率も低いと感じております。これは主観です。コンテナの高い再現性、既存 OS も含めたパッケージ化は開発生産性の向上につながり、コンテナオーケストレーション基盤のデファクトスタンダードである Kubernetes を使うことで ECS に比べ自由度の高い柔軟なシステム構築につながります。
また、EKS を採用することで、クラウドに依存しない Kubernetes のナレッジを社内でノウハウ共有も可能だと考えられました。次にマイクロサービス基盤のアーキテクチャとしては、シンプルな構成を目指す、リプレイス速度を向上させるという背景から、シングルクラスターマルチテナント構成を採用しました。KISS の原則にあるように、マルチアカウント、マルチクラスターといった複雑な構成を避け、シンプルな構成を目指しました。また、アカウントクラスターを一つにすることで、管理のオーバーヘッドを極力減らし、マイクロサービス化を加速させ、リプレイス速度の向上につながっています。マルチテナントでは、チームをまたぐコミュニケーションのコストの増加が懸念されますが、ZOZOTOWN の SRE はサービスごとに SRE を分ける縦串な組織ではなく、マイクロサービスを横断する横串な一組織のため、コミュニケーションコストの増加のデメリットも共有できました。ちなみに、弊社の運営する WEAR という別サービスの SRE は別組織になっておりまして、こちらは別アカウント、別クラスターで運用しています。以上のような背景から、EKS、シングルクラスター、マルチテナント構成をとっている ZOZOTOWN のマイクロサービス基盤ですが、マイクロサービスも増え、大規模なクラスターになってきました。3AZ のマルチ AZ 構成で、マイクロサービスは10程度、オートスケールやセールに向けた増強などで増減はしますが、EKS のノードは200から500、ポットは2000から5000と大規模です。現在もマイクロサービス化が進行中で、今後も増加します。マイクロサービスの増加に伴い、基盤となる EKS は、ZOZOTOWN での需要度が増しています。EKS に問題が発生してしまうと、ZOZOTOWN トップページが真っ白、アプリが起動エラーになる、などといった障害となってしまい、お客様に大きなご迷惑をおかけすることになってしまいます。そのため、可用性、信頼性、セキュリティ向上が求められ、SRE では日々それらに取り組んでおります。この後、それらの取り組みについていくつかご紹介させていただこうと思いますが、一旦ここまでのまとめさせてください。私の方からは、ZOZOTOWN リプレイスの目的、方針についてお話ししました。お客様にいつでも快適に買い物をしていただけるサービスを提供し、ZOZOTOWN を成長させるためリプレイスを進めておりまして、クラウド化、マイクロサービス化、脱クラシック ASP という3つの方針としています。EKS を使用し、シングルクラスター、マルチテナントを採用した背景についてもお話ししました。コンテナ、Kubernetes のメリットを享受したいという点から EKS を使用し、シンプルかつ管理オーバーヘッド削減のため、シングルクラスター、マルチテナントを採用しております。EKS の運用状況についてもお話しまして、大規模であり、障害イコール ZOZOTOWN の障害となると状況です。そのため、SRE では日々、可用性、信頼性、セキュリティ向上の取り組みを行っております。ここからは、小田にバトンタッチさせていただき、それらの取り組みについていくつかご紹介します。私の方からは、大規模 EKS クラスター運用における信頼性、セキュリティ向上の取り組みとして実施していることを4つのトピックに分けて紹介させていただきます。1つ目にデザインフォーフェイラー、2つ目に対障害性を高める、3つ目にトラフィック増加に備える、最後4つ目にセキュリティグループスフォーポッツによるマルチテナントのアクセス管理という流れで進めさせていただきます。私の自己紹介になりますが、株式会社 ZOZO 技術本部 SRE 部 EC プラットフォーム基盤 SRE ブロック所属の小田英吾と申します。2022年4月、ZOZOTOWN マイクロサービシーズプラットフォームの SRE チームに中途入社しました。主に AWS や Kubernetes、Istio を担当し、基盤やサービスの運用改善を行っています。普段は WebTerm、TMAX、NeoVim で開発しています。アジェンダは先ほど紹介した通りとなっています。まずはデザインフォーフェイラーからです。私たちは AWS Well Architected の信頼性の柱で定義されているデザインフォーフェイラーをできる限り考慮していて、インフラストラクチャーまたはサービス障害からの復旧、必要に応じた動的なコンピューティングリソースの確保、設定ミスや一時的なネットワークの問題などによる障害の軽減というような、単にシステムを落とさないというだけでなく、有事の際にどのようにリカバリーできるかといったことをあらかじめ考え設計しています。では早速、対障害性を高めるという点で実施していることを紹介します。アジェンダとしては大きく2つ。マルチ AZ 構成をとっている背景と、AZ 障害にどのように備えているかについて紹介します。マルチ AZ 構成とした背景の説明ですが、私たちはデザインフォーフェイラーのインフラストラクチャーまたはサービス障害からの復旧という観点で、
マルチ AZ 構成をとっています。AWS をご利用のほとんどの方が ALB や ELB を利用されたことがあると思いますので、ここでは ALB を例として出させていただきます。ALB はトラフィック分散という特性から作成する際、最低 2AZ を指定する必要がありますが、2AZ 構成でどちらかの AZ に障害が発生してしまった場合、自分たちでコントロールできない可能性もあるため、コントロールできるよう ZOZOTOWN では対策として 3AZ 構成をとっています。ただ、3AZ 構成にしていても AZ 障害に備えられておらず、効果が得られない場合も考えられるため、2つほど例を紹介したいと思います。AZ 障害時、基本的には当該 AZ は ALB のターゲットから外されるかと思いますが、Kubernetes クラスターが以下の図のような状態となっている場合、障害に伴いサービスの品質が低下する可能性があります。一つ目の例として、緑色のサービス C のポットが集まっている AZ1 に障害が発生した場合、サービス C のポットの数が0となってしまい、利用できなくなってしまいます。二つ目の例として、青色のサービス B のポットが偏ってしまっている AZ2 に障害が発生した場合、ポット数が半分より少なくなってしまい、サービス B の品質が低下してしまいます。そうならないためにも分散可能なリソースは適切に AZ 分散する必要があると考えています。この図の構成のように適切に分散されていれば、どの AZ に障害が発生したとしても、ポット数が0になったり、半分より少なくなったりすることはないため、AZ 障害の被害は最小限に抑えることができるかと考えています。ここからは実際に障害に対してどのような取り組みをしているか紹介していきます。ノード障害に備える取り組みとして、私たちはマネージド型ノードグループのオートスケーリンググループを使用し、ノードを分散しています。オートスケーリンググループを使うことによって、EKS ノードのプロビジョニングとライフサイクル管理の自動化であったり、ノード終了時 API を使用してドレインするため、ポットを安全に対することができます。ただ、複数のノードを同時に停止する場合、注意が必要で、状況によってはアプリケーションのポットが一つも動作していない状態になる可能性があります。その対策として、ポットディスラプションバジェットを設定することで、ノードのドレインによるアプリケーションへの影響を最小限に抑えることができます。あとは、クラスターオートスケーラーによるノードのオートスケーリングを利用していたりします。次に、ポット障害に対してどのように備えているか紹介します。私たちは POD Topology Spread Constraints PTSC を利用し、POD を分散させています。PTSC はクラスター全体に POD をどのように分散させるか制御するもので、リージョンやゾーン、ノードなどの単位で POD を分散配置することが可能です。HIM では基本的にゾーン単位で分散させています。可能な限りバランスよくポットを配置しようとするため、効果要請や効率的なリソース利用を実現することができます。こちらは PTSC を用いて Nginx のデプロイメントを AZ 分散する例です。EKS ではこのマニフェストのように設定することで AZ 分散を実現することができます。ここでは PTSC を設定する上で重要な項目について少し触れたいと思います。まずは MAX スキューです。このマニフェストの例では、AZ 間のポット分散の差をどこまで許容するかという設定項目になります。次に、When Unsatisfiable ですが、こちらは MAX スキューを満たすことができない場合、ポットをどのように扱うか設定することができます。この例では、Do Not Schedule、ポットをスケジュールしないという設定となっています。実際に PTSC がどのような挙動をするか説明します。先ほども触れましたが、MAX スキューはこの例の場合、各ゾーン間で許容できるポット数の差分を設定しています。ここでは例として MAX スキューが1、When Unsatisfiable が Do Not Schedule の場合を説明します。左下の図のような状態の Kubernetes クラスターに New Pod という名前のポットをスケジュールしたい場合において、次の3ケースが考えられます。まず、現在の状態ですが、ゾーン A は2ポッツ、ゾーン B は1ポッツのため、MAX Q 各ゾーンの差分は1となります。ケース1、ケース2については、どちらともゾーン B に存在するノードにスケジュールしようとするため、MAX Q が0となり、問題なくスケジュールすることができます。
ただ、ケース3の場合、ゾーン B に存在するノード3、4はスペック不足でポットをスケジューリングできないため、ゾーン A のノードにスケジュールしようとしますが、ポットをスケジュールした場合、ゾーン A の値が3、ゾーン B の値が1で、MAX Q は2となるため、When unsatisfiable の Do not schedule が適用され、ポットをスケジュールすることができません。ゾゾタウンでは、ケース3のような問題に遭遇していまして、運用していく中で、スケジュールされたポットがランニングにならず、ペンディング状態のまま進まなかったという問題がありました。データドックダッシュボードや kubectl コマンドなどで調査すると原因が分かったのですが、特定 AZ において EC2 のキャパシティ不足でノードが作成されない状態となっており、ポットがスケジュールされずにエラーが発生していました。いろいろな要因があったのですが、大きな原因は When unsatisfiable を Do not schedule で設定していたためです。特定の AZ で EC2 を作成できていないため、AZ 間でノードの偏りが発生しており、MAXQ を満たせず、POD がペンディング状態になっていました。負荷分散の観点で、1ノード、1アプリケーション POD としているため、アプリケーション POD がスケーリングすると、ノードもスケーリングするようになっていることも関係しています。改善策として、When unsatisfiable を Do not schedule から Schedule Anyway に変更しました。スケジュールエニーウェイは MAXSQ をできる限り守ろうとし、守れない場合でも POD のスケジュールを優先とする設定です。こうすることによって AZ 間の POD の配置に偏りが出てしまっても POD のスケジュールを最優先としています。PTSC は POD スケジュール時の分散のみで AZ 障害の表紙に偏ってしまった POD を再分散させる手段がないため、デスケジューラーのような現在のポット分散状況に応じて再配置するコンポーネントの導入を検討しています。こちらは AZ 障害後の対策として有効かと考えております。続いて3つ目のトピック、トラフィック増加に備えるに入っていきたいと思います。まずはアジェンダです。こちらも対障害性を高める同様大きく2つ、オートスケールが必要な理由と、ポットスケールをどのように実装しているかについて紹介したいと思います。ポットスケールが必要な理由ですが、ZOZOTOWN の場合は、サービスのアクセス傾向やトラフィック傾向に合わせて十分なサービススケールが用意できていないと、サービスに影響が出てしまうというのがあります。ノードがオートスケールしない例ですが、例えば各ノードの使用率が 80% であるときに急激なトラフィック増加が発生し、POD はスケーリングの設定をしていたのでオートスケーリングはしたのですが、ノードはオートスケーリングしないがために各ノードの使用率が 100% となり、ペンディングの POD が出てきてしまい、サービスに影響が出てしまうといったケースが考えられるかと思います。それらを踏まえ、私たちはどのようなスケーリングを採用しているかご紹介します。まずは、オートスケーラー、CA です。CA は必要な場合にノードを追加し、オーバースペックな場合、ノードの削除を自動的に実施するコンポーネントです。POD の要求リソースやノードのキャパシティを比較し、ノードの増減を行います。ただし、ノード調整のための仕組みが必要で、AWS の場合は、オートスケーリンググループスを利用することができます。こちらは CA での増加の例ですが、POD のペンディングを検知すると、オートスケーリンググループスにリクエストを送り、ノードが追加される仕組みとなっています。続いて、ノードが削除される例ですが、CA が他のノードへ移動できるポットを検知すると、対象のポットがスケジューリングされているノードをドレインし、ポットが安全に別のノードへ移動した後に、対象のノードを削除します。CA のユースケースとしては、コストの最適化や予想外のトラフィック増加への対応だと考えております。ただ、注意が必要で、1分間で数倍になるような急激なトラフィック増加は対応しきれない場合があります。これは追加が必要な状態、POD がペンディングになってからノードを追加し始めるため、追加が完了するまで少し時間がかかります。次に ZOZOTOWN でのユースケースを紹介したいと思います。
A チームが管理している本番環境の EKS ノードだけで、通常時約400ノード、セールなどのピーク時は約900ノードほどになるため、自動化するように努めています。通常時のスケールに関しては、クラスターオートスケーラーで事足りています。ただし、冬のセールが ZOZO タウンのピークで、土日ピーク時の遥かを超えるアクセスとなり、急激なアクセス増加でスパイクに耐えられなかったことがあったため、あらかじめ予想できる負荷に関しては、ポットやノードを事前に増やし対応しています。あらかじめ予想できる負荷に関しては、事前に対応しているといったこともあり、CA の代わりにカーペンターの導入を現在進めております。カーペンターはオープンソースの Kubernetes クラスターオートスケーラーで、アプリケーションの負荷の変化に応じて適切なサイズのコンピューティングリソースを迅速に起動することができます。クラスターオートスケーラーと比較して追加のオーケストレーション、AWS の場合はオートスケーリンググループスを必要としないため、高速なスケーリングができるとされています。先ほども少し触れましたが、ノードのスケール時間が長く、急激なトラフィック増加に対応できてないこともあるため、カーペンターの導入でノードスケーリングの高速化を試みています。一度検証した程度ではありますが、M5X Large インスタンスで起動時間の比較を行いました。CA だと2分14秒かかっていたところ、カーペンターだと63秒で起動することができました。CA と比べ、カーペンターでは、オートスケーリンググループスのような追加のオーケストレーションを使用せず、各インスタンスを直接管理しているため、キャパシティ不足の検知やインスタンスの追加が高速で行われます。続いては、ポットのオートスケールについてです。ホリゾンタルポットオートスケーリング、HPA を使用し、負荷に応じてポットをオートスケーリングすることが可能で、メモリー、CPU の使用率やカスタムメトリクスを元にスケーリングします。CPU の使用率を元にデプロイメントをスケーリングさせる例を紹介します。右下のマニフェストを利用すると、デプロイメントに設定されたリソーシーズ、リクエスト、CPU、コでは1コアを 100% とし、平均使用率が 50% に到達した場合、ポットがスケーリングするような HPA を設定することができます。ZOZO タウンのオートスケーリング戦略として、ノードのオートスケールはクラスターオートスケーラー、ポットのオートスケールはホリゾンタルポットオートスケーラーを使用し、数のようなトラフィック増加に可能な限り自動で対応できるようにしています。ただ、オートスケーリングによって動的なリクエスト変化への対応はできるようになったのですが、冬セールに向けた負荷試験にて、サブネットの IP アドレス不足により EKS ノードの起動が失敗し、水平スケーリングで追加される予定のポットがペンディングとなってしまったという問題がありました。調査したところ、Amazon VPC CNI のデフォルト設定では、ノードごとに ENI が確保可能な IP アドレスを必要の用費に関わらず確保していたということが原因で、追加予定のノードに付与可能な IP アドレスがなくなってしまっており、ノードの起動に失敗していました。ちなみに Amazon VPC CNI がデフォルト設定の場合、各インスタンスごとに最低限確保する IP の数は以下の表のようになっています。M5 Large は最低 20IP、M5-4X Large は最低 60IP 確保します。改善策として Amazon VPC CNI を EKS アドオンからマニフェスト管理へ移行しました。移行した理由としては、2022年2月時点では EKS アドオンは環境変数の変更をサポートしていなかった点と、IP 関連の環境変数を変更し、インスタンスが最低限確保する IP を必要な分のみに削減したかったためです。結果として IP の枯渇が解消し、改善以降エラーが出なくなりました。監視も設定していて、IP が枯渇しそうになる前にアラートを発報し、事前に分かるようにしています。最後は、セキュリティグループス4ポッツによるマルチテナントのアクセス管理について紹介します。マルチテナントのアクセス管理を進めている背景として、マイクロサービスへのリプレイスが進む中で、監査などを視野に入れつつ、マルチテナントでの権限管理の方針を整理し、
セキュリティリスクを抑えるため、細かく権限を制御する必要がありました。開発者の権限管理とマイクロサービスの権限管理という観点で取り組んでいます。開発者の権限管理は、Kubernetes リソースの操作を IAM プラス Kubernetes RBAC で実装していて、開発者、管理者などの流度で権限を制限しています。マイクロサービスの権限管理では、POD から AWS リソースや Kubernetes API へのアクセスに関する管理を行っています。今回はマイクロサービスの権限管理について紹介したいと思います。適切な権限のみを付与し、データベースが特定サービスの POD のみから接続を受け付けたり、マイクロサービス間の通信ルートを絞るというようなセキュリティリスクを最小限に抑えることを目的としています。ZOZO タウンではセキュリティグループス4 POTS を採用しています。セキュリティグループス4 POTS とは、 EKS クラスター内で実行されている POT に EC2 セキュリティグループを割り当てる機能です。セキュリティグループを用いてネットワークトラフィックが制御できます。注意事項としては、 AWS の機能なので他のクラウドでは利用できない点と、利用するにあたってクラスターのバージョン、インスタンスファミリーなど考慮事項が多いため、事前に確認が必要となっています。使い方としては、セキュリティグループポリシー CR を作成し、ポットセレクターでセキュリティグループを割り当てるポットを選択します。こちらは RDS へ通信できるポットを制限するという使用例です。事前に RDS へセキュリティグループの割り当てをしておく必要がありますが、 APP サービス A ラベルを持つポットにセキュリティグループ SG サービス A を割り当て、 APP サービス B ラベルを持つポットにセキュリティグループ SG サービス B を割り当てることによって、 RDS への他のサービスポットからの接続を遮断することができます。最後に ZOZO タウンのリプレイスから見える大規模マルチテナント EKS クラスターの運用で重要なことをまとめたいと思います。デザインフォーフェイラーとして、有事の際にどのようにリカバリーできるかを考え設計することができます。 ZOZO タウンでは AZ 障害に対するリカバリープランとして、ノードポットの AZ 分散を実装しています。スケーリング戦略による可用性の担保として、サービスやユーザー特性を踏まえてトラフィック変化に備えることができます。 ZOZO タウンでは現在のトラフィックは CA、HPA で対処し、セールイベント時は事前にミンレプリカスを上げておく戦略をとっています。最後にマルチテナントのセキュリティ向上として、各種リソースの適切な権限付与を行い、安全なクラスター運用を行うことができます。ZOZO タウンではセキュリティグループス4 POTS を活用し、よりセキュアな基盤を構築しています。 ZOZO タウンで取り組んでいることを駆け足で紹介させていただきましたが、少しでも今回紹介した内容が皆さんの参考になれば幸いです。ということで、株式会社 ZOZO からの発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。